井岡ボクシングジムは大阪府大阪市何枠に所在するプロボクシングのジムである2002年8月25日大阪市何枠に開設された初代会長は日本在年賞で世界王座を獲得し WBC 世界ミニマム級 WBA 世界ライトフライ級の2階級を制覇した井岡広木プロモーターは広木の実刑である井岡一方が トレーナー兼任で務める。オープン当日、高藤力正しげらを招いて披露パーティーが開かれ、広木の恩師であるエディタウンゼントの写真を、リングサイドに掲げて、大東明が 3R のエキシビションスパーリングを、行った。また、このパーティーにおいて井岡兄弟の元同門である元、WBA 世界、ライトフライ級王者、山口啓二が元室を理由として、 現役引退を表明し、以後は、チーフトレーナーを務めることが発表された。2009年には、一方の長男、井岡和人が、所属選手として、プロデビューを、果たして関心を集める中、一章の高校の同級生である、宮崎亮が、事務初のタイトルとなる、日本王座を獲得した。2011年2月11日、一章が、 WBC 世界ミニマム級王座を獲得。事務発の世界王者が誕生した。2012年、一方が、タウンゼントの名を冠したトレーナーへの栄誉である、エディ・タウンゼント賞を受賞。大晦日には、ダブル世界戦が開かれ、宮崎が、初の世界タイトルとなる WBA、世界ミニマム級王座を獲得。一勝も、同ライトフライ級王座を獲得し2階級制覇を、 達成した。井岡広木ジム2013年6月1日付で、一方が井岡事務新会長に就任し、一方で広木は井岡広木ジムを新設して、共に西日本ボクシング協会に加盟する。それまでは同じ井岡ジムの元と、広木は主にアマチュアと女子、一方はプロの指導を担当しており、それぞれの別の建物で指導していた。 所属のうち世界王者2名を含む男子プロの大半は、伊岡ジム、女子プロ選手全員と、一般会員は、伊岡広樹事務所属となった。なお、プロモートについては両事務とも引き続き一方が担当。2004年5月15日、こちらは伊岡が運営に協力する形で、島根県大津市に開設された。代表は、大玄富夫。山口が、会長。 専属トレーナーとなり、山口から WBA 世界ライトフライ級王座を奪った、ピチッと調子リワットと彼を世界王座に導いた、ルイス・アルベルト・バルガス・デレオンが、チーフトレーナーを務める。5月31日に行われたオープニングセレモニーには、元世界王者の薬師ジアスへ、タレントの間カンピョーラが姿を見せた。目的別にコース分けされているが、こちらも、 西日本ボクシング協会に加盟しており、井岡も指導に訪れる。井岡事務の運営会社、カズノブと同社社長の井岡一方が大阪国税局の税務調査を受け、現金で受け取った試合のチケット収入を過少申告し、2015年までの約4年間で約3億5000万円の申告漏れがあったとされ、うち約2億円が所得隠しと認定された。 その金の大半が、運営会社、カズノブのオーナーである、伊岡一方氏の車の購入や、自宅の住宅ローン返済に充てられていたという。ありがとうございます。